はい、こんばんは、こんにちは、たいきです。今回はアクロバットリーダーを使って PDF を編集する裏技っていうのをご紹介します。アクロバットリーダーってね、名前にリーダーと書いてあるように読み取り専用で編集機能っていうのはついておりません。編集したければ月額1980円を払ってアクロバットプロというものに課金する必要があるんですが、実はですね、このアクロバットリーダーでも編集できちゃうんですよね。これほとんどの方が知らないんです。ただしね、正規の編集機能を使って編集するわけではありませんので、ちょっと操作性は悪いんですけれども、まあね、たまに編集するぐらいの人であればこれでも十分なんですよね。はい、それでは早速やっていきましょう。はい、今回はね、この契約書という PDF を修正していきます。はい、開きましたね。そして今回僕が使っているソフトは Adobe Acrobat Reader、 つまり無料のソフトなので、PDF を読むことはできるんですけれども、編集することはできないやつです。そして右側見てほしいんですけれども、ここにメニューが出てますよね。もしここにメニューが出ていないよっていう方はですね、隠れている可能性がありますので、ここの三角を押すと出すことができます。そしてここに PDF を編集というボタンがありますが、これはですね、有料版を使っている人しか使えないんですね。はい、アップグレードさせてくださいねというふうに出てですね、使うことはできません。ここのメニューなんですが、このマウスを持っていった時にここに星が出るもの、これは有料機能になっております。上から見ていってみますと、はい、これもこれもダメなんですが、コメントを見るとこれは星がありませんよね。こういうのが無料で使える機能となってます。はい、そしてほとんどが有料機能なんですが、この4つだけ無料で使える機能となっております。今回はね、この中でコメントと入力の署名、この2つを使って本来修正することのできないこの PDF を修正していきます。それではやっていきましょう。コメントから紹介しますね。はい、コメントをクリックしますと、上にね、こういうツールバーが出てきました。それではこの生年月日に文字を入力していってみましょう。ここにテキストの T がありますよね。はい、これを使うとね、文字を打つことができます。じゃあ例えば、令和1年1月1日というふうに入力しますね。はい、文字が打てちゃいましたよね。そしてダブルクリックして全てを選択すると、文字の大きさを変更することもできますし、文字のフォントを変更することもできます。はい、ゴシックであったりとかですね。はい、じゃあ明朝に戻しますね。はい、そしてこれの難点なんですが、この文字をですね、適切な場所に移動するのが難しいんですよね。はい、こうやってクリックして動かそうと思ってもなかなか動かないんですよね。これをどうやって移動させるかというと、この右の部分に今入力したものが出てますよね。はい、令和1年1月1日と書いてますね。つまりこれなんです。はい、これをクリックしますと四角い枠が出てきますので、これの端っこですね、このカーソルが矢印のついたプラスになるところを探して、そこで引っ張っていくと移動することができるんですね。はい、じゃあもう一つおさらいやっていきましょう。パソコン博士大輝に振り仮名がありませんので、振り仮名をつけていきます。はい、パソコン博士大輝と入力して、はい、そして文字が少し大きいですね。ちょっと大きさを変えていきましょう。はい、そして移動はここからでしたね。ここにパソコン博士大輝と書いておりますので、これをクリックして、はい、移動させます。はい、こんな感じで自由に編集することができるんですね。そしてですね、今のように空白のところに文字を打つ場合はこれでいいんですけれども、すでにこういうふうに情報が入っているところに上書き修正させていく場合はまた方法が変わってくるんですね。実はね、ここに四角で囲まれたテキストボックスがあるんですね。これを使っていきましょう。じゃあここに作っていってみましょうかね。はい、こんな感じでボックスが出てきましたよね。そしてこの中に文字を打つことができます。これを移動すると、すでにある情報を隠すことができますよね。はい、そしてこれ色がちょっと不自然なので、ここを修正していきましょう。塗りつぶしの色を背景と同じ色にします。そして次、この境界線ですね、これも同じように真っ白にしてみましょうか。はい、どうでしょうか。これね、完全にマスキングになりましたよね。ですからこの幅をこういうふうに調節することによって文字を隠すことができますよね。はい、じゃあ文字を打っていってみましょうか。はい、じゃあ僕は大阪に住んでますので、大阪府大阪市梅田西と、はい、こんな感じで入力するとどうでしょうか。すでにある情報を消して上書き修正することができましたよね。はい、これをね、動かすとこんな感じになっています。これをね、使うともう何でもできちゃうんですよね。はい、ということでこのコメント機能の中のテキスト2種類ですね、まずは普通にテキストを打つのと、マスキングをしながらテキストを打つというね、この2つをご紹介しました。はい、そしてですね、文字の打ち方っていうのはこれだけではないんですね。はい、それではね、一旦終了しましょうか。はい、今はね、このコメントから打っていきましたが、この入力と署名、ここもかなり便利なので覚えておいてください。
これをクリックしますと、先ほどとはね違うツールバーがここに出てきますよね。はい、そしてこの一番左のやつですね、これでテキストを入力することができます。はい、そして先ほどのテキスト入力と何が違うかというとですね、まずね移動が簡単なんですね。これをね直接掴んで移動することができます。さらに文字の大きさをもうここでね自由に変更することができるんですね。先ほどのはですねこのあたりね、このあたりで修正しておりましたけれども、もっと直感的にね文字の大きさを変更することができます。そしてさらにすごいのがこれなんですね。これを押すとですね文字のこの間隔をですね自由自在に操ることができるんですよ。これがねポイントなんですよね。これはねどういった時に便利かというとですね、はい、こういったところですね、こういったね間隔を空けて文字を入力する必要がある場合はですね、はい、じゃあ例えば平成1年1月1日としてみましょうかね。はい、1年1月1日と、はい、そしてこの間隔を調節してですね、そしてここに持っていくと、ちょっと文字が大きいので小さくしましょう。はい、そして場所を合わせて間隔も、はい、直感的に操作できますよね。はい、こういう風にねぴったりと合わすことができましたよね。はい、じゃあこっちも変更していきましょうか。じゃあ例えば、はい、じゃあ1ヶ月間働くとして平成1年2月1日と、はい、そして移動させて間隔を調整させると、はい、うまくいきました。はい、そして期間は1ヶ月間と、はい、こんな風にですね狙った場所に直感的に文字を入れていくことができるんですよね。文字の間隔を調節することができるのと自由に移動できるっていうのがこっちのやり方のメリットなんですね。ただしね一つ問題点がありまして、まあ、何かというとですねフォントが変えれないんですよね。先ほどのやつはですねこのあたりでフォントを選ぶことができたじゃないですか、明朝とかねゴシックとかね。ですけれどもこのやり方はフォントを変更することができないんですよ。この一つのフォント固定なんですよね。ですから、まあ、数字とかは結構使えるんですけれども文字のフォントを合わせなければならない時っていうのは、まあ、万能ではないということを覚えておいてください。さらにですねこの入力と署名まだまだ便利なところがあります。次に紹介するのがこういったチェックボックスにチェックをする場合ですね。はい、もうここにねチェックボックスがあるんですよね。これをクリックしてここにポンと載せるだけ、もうこれだけなんですよね。はい、あとは位置と大きさを調整するんですよ。はい、次はねこっちはバッテンつけてみましょうか。はい、ここにありますのでこれをポンと載せるだけなんですね。はい、大きさと位置を調整します。はい、どうでしょうか、綺麗ですよね。はい、そしてこういう風なですね丸をつけなければならない場合もこれが便利なんですね。はい、じゃあこの単純な文字入力で丸と書くんですね。はい、でちょっと文字を大きくして、はい、こんな感じで調整するだけなんですよね。あとはね打ち消し線ですね、こういう風に横線をこういう風に持っていって打ち消し線を作ることもできますし、はい、あとは丸い点とかもね簡単に置くことができます。はい、次にですねこの上に署名というものがありまして、はい、そして手書きを選択すると、はい、こういう風にフリーハンドでサインをすることができるので、はい、これをこういう風に置くこともできます。ということで、まあ、文字の入力っていうのはこんな感じですかね。一旦閉じましょうか。はい、ということでまとめますと、文字の入力っていうのはこのコメントのところと入力と署名、この2つを使った文字の修正っていうのをご紹介しました。はい、それではね続きましてその他の便利な修正方法っていうのを見ていきましょう。はい、先ほどのコメントに戻っていきましょうか。はい、あとはどういうことができるかというと、まあ、例えばこのツールを使うとカラーペンでねマーカーを引っ張ることができますし、あとねフリーハンドのサインっていうのはここからもやることができます。これはまあ一旦消しましょうかね。はい、そしてここに図形というものがあるんですが、これがかなり使えますよ。まあ、いろんな使い方があるんですが、まあ、先ほどのようにマスキングもすることができます。じゃあ例えば長方形を選んでこういう風にすると、はい、雇用契約書の文字が消えました。あとは先ほどと同じように、まあ、こういう風にですね、ここから塗りつぶしと境界線を消すと、はい、綺麗に隠すことができますよね。もちろんね、その上に文字を入れることもできます。先ほどは雇用契約書だったので、じゃあね、終身契約書にしましょうか。はい、文字を大きくして、はい、そしてこちらを選択して移動と。はい、こんな感じで雇用契約書から終身契約書に変えることができましたね。
はい、こんな感じでね、図形ツール結構使えるんですよね。まあ、こんな感じでいろんなところをマスキングすることができます。さらにそれだけではありません。例えばこの楕円を選んで丸を作ってですね、はい、その後に例えば文字で印鑑みたいな感じでね、はい、こちらもちょっと薄くしましょうか。はい、そしてこれを移動すると、はい、それっぽくなりましたよね。まあ、こんな感じでいろんなことができたりします。はい、じゃあ応用編としまして、このボックステキストを使って中は認証としてですね、はい、文字を中央揃えにします。はい、まだ中は真っ白にしてちょっと幅を修正して、はい、そして台形で四角を作ってここを微調整するとですね、はい、どうでしょうか。よくある認証印のね、ハンコを押すところ作れましたよね。まあ、やり方によっては本当に何でもできるわけですよ。そしてその他できることとしましては、このスタンプのマークを押すと、まあ、例えばこういう風なですね、認証済み、はい、こういうスタンプを押せたり、あとはね、デフォルトでこういうものが用意されていますので、はい、自由にこういうものも使うことができますし、その他にはこの電子印、これが便利なんですよね。これ初めて押すとこのハンコを作る画面になりますので、これ何個か作っておきますと、このようにですね、こういう決まったハンコを押すことができます。その他にもですね、この電子印鑑にあらかじめハンコを登録しておきますと、はい、こんな感じでね、名前入りのハンコを置くこともできます。まあ、佐藤とかですね、山田とかですね、こういうの何個でも作ることができます。はい、先ほどの印の上に持っていくと、はい、それっぽくなりましたよね。はい、そしてこのハンコはこっちの方がいいかな。はい、あとは佐藤は、こちらの認証に使いましょうかね。はい、どうでしょうか。立派に編集できましたよね。それではね、これを保存してみましょうか。じゃあ名前をつけて保存してですね、はい、じゃあ例えば、じゃあ名前は編集済み契約書と、はい、こんな感じで保存してみましょう。はい、そうするとね、ここに編集済み PDF ができました。じゃあ一旦閉じて、このね、保存したものを開いてみましょうか。はい、先ほどの編集がちゃんと残っています。ただしですね、まあ、実はこの状態だと先ほどの編集の継続状態ですので、まだまだ編集したところが触れちゃうんですね。ですから、この PDF をメールかなんかで送らなければならない場合、この状態じゃ送れないじゃないですか。そういった場合どうするかというと、もう一回ね、クローズさせないといけないんですね。じゃあこのファイルから印刷を押しましょう。そしてプリンター一覧からマイクロソフトプリントトゥ PDF、 これを選んでください。はい、そして印刷をしてください。じゃあ名前は適当に印刷 PDF と、このような感じにしましょうかね。はい、保存します。はい、保存したものが出てきました。はい、じゃあこれ一旦消して、おさらいすると、この PDF を編集したものがこれ、これはまだ編集中ですね。はい、そしてこれを再度印刷にかけてクローズさせたものがこれです。はい、じゃあ開いてみましょうか。はい、そうするともうクローズされておりますので、もう触れないですね。これをメールなんかで提出するともう OK なわけですよ。はい、それでは最後にですね、この3つの PDF を1つにまとめたい場合、そういった時はどうすればいいかというと、おすすめのサイトがあるんですね。はい、こちら紹介します。 iLovePDF というサイトです。このサイトかなりおすすめですよ。はい、このサイトです。中に入っていってみましょう。はい、そうするとこういう風な感じでできることがもういっぱい書かれてますよね。そして iLovePDF の便利なところはですね、アカウントを作ってログインする必要もなければ、アプリをインストールする必要もないんですね。このブラウザ上で全て完結します。そしていろんなことができるんですが、今回紹介するのはこの一番左下の PDF の編成ですね。こちらで結合していきます。はい、それではね、このボタンを押していってみましょうか。はい、そうすると PDF ファイルを選択と出てきましたね。ここに先ほどの3つを投げ込んでみるとですね、はい、このようになります。はい、ちょっと拡大してみましょうかね。はい、そしてこれをね、もう自由にこういうふうに移動することもできますし、右のね、バーの方でこういうふうに移動することも可能です。それでは CBA の順番にしてみて編成を押すとですね、
はい、できたようですね。それではファイルのダウンロードを押してみると、はい、ここに作られたものがダウンロードされてきました。ちょっと見てみましょうかね。はい、そうすると3つの PDF が1つにまとまってますよね。そして順番も指定した通りになっています。はい、こんな感じでこのサイトかなりいろんなことができるんですよね。PDF の結合であったり分割であったりですね、あとは PDF から Word や PowerPoint や Excel にしたり、逆にですね、 Word や PowerPoint や Excel から PDF にすることも可能と。そしてここにね、 PDF を編集というボタンがありますよね。ここで実は PDF 編集できるんですよね。じゃあ初めからこれを紹介しろよと思ったかもしれませんが、実はですね、ちょっと使い勝手が悪いんですよね。 PDF を読み込んでみるとですね、このように編集モードに入ります。はい、そして同じように文字も打てるんですが、実はですね、フォントがあまり選べないんですね。ですからここがね、ちょっといまいちだなと思ってですね、編集の方はアクロバットリーダーの方がおすすめかなと思っております。はい、ということで結構何でもできてしまいますよね。 PDF 編集にお金を払うのがバカらしくなってしまいます。はい、ということで今回は PDF 編集の小技集というのをご紹介しました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。